土田照之、有吉弘行、肥後克広、劇団ひとり、太田プロ所属の人気芸人ランキング発表。皆さんは、太田プロダクションに所属するお笑い芸人と言われたら、誰を思い浮かべますか？芸能人、有名人の人気度や将来性について、定期調査を行っている、株式会社アーキテクト、東京都港区が運営する、タレントパワーランキングサポーテッドバイドミックスが、このほど発表した、太田プロ所属の人気芸人ランキングによると、有吉弘行さんが1位に選ばれたそうです。同社は、1都3県在住の10から60代男女4400人を対象に実施された調査をもとに、芸能人や有名人の認知度、顔と名前を知っていると、誘引率、見たい、聞きたい、知りたい、のデータを掛け合わせて算出された独自の指標、パワースコアをもとにタレントランキングを作成しています。本調査は2023年11月度に行われた調査を利用し、太田プロ公式 HP にタレントとして掲載されている芸能人、お笑いタレント、お笑いコンビの一員として活動している芸能人について、パワースコアが高い順にランキング形式でまとめたものです。トップ3の結果は以下の通りです。太田プロ所属の人気芸人ランキング。1位、有吉弘行。1994年に猿岩石というコンビを結成し、お笑い界で活動を始めました。現在はコンビを解散しており、ピンでバラエティタレントや MC として活躍中です。バラエティ番組、有吉ゼミ、有吉の壁、桜井、有吉座夜会、マツコ&有吉仮初め天国など、非常に多くのレギュラー番組を抱えています。バラエティ以外では、CM への出演や本の出版、2023年に放送された、第74回 NHK 紅白歌合戦の司会などお茶の間の人気者としての地位を築きました。2位、劇団ひとり。1993年にデビューし、2000年にピン芸人になりました。バラエティ番組、ゴッドタン、クイズ、あなたは小学5年生より賢いの？といったレギュラー番組を持っています。また、小説家や MC、映画監督としての顔も持っているのが特徴で、2006年に出版された著書、影日向に作は、100万部を突破するベストセラー作品となりました。3位、土田照之。1992年にデビューし、お笑いコンビ、U ターンの一人として活動していました。ジョブチューンはあの職業の秘密ぶっちゃけます。ぴったりに血を追う、チャップリンなどの番組でレギュラーを務めています。家電芸人としても知られており、アイテム情報誌、ゲットーナビにて連載も持っているマルチなタレントです。出典。タレントパワーランキングサポーテッドバイドミックス、太田プロ所属芸人人気ランキング。芸人の事務所は吉本だけじゃない？タレントパワーランキング。